つい最近 99% の人が知らない小技という動画を出したんですが、皆さん何個ぐらい分かりました？コメントを見る感じ全部分かったって人は1人ぐらいでしたかね。はい、ということで今回は 90% ぐらいの人が分からない小ネタや小技を紹介していきたいと思います。もし今回のも全部分かったよって方がいたら、勝手に自称ヤンデレを名乗ってください。でもし前回の動画と合わせて全部知ってたよって方がいたら、サイコパ。じゃあ早速見ていきましょう。あれ誰？まず一つ目の小技は、他人を冤罪にする方法ですね。通常だと段ボールに刺さっているカッターを抜いてもらって指紋をゲットするんですが、それを使わないでやる方法があります。まず演劇部に入ります。演劇部に入部すると仮面や手袋を使用できるようになり、正体を隠したり凶器に DNA がつかないようにしたりできます。はい、入部したらこのセットの裏にあるこの手袋を装着します。で次は何でもいいんで凶器を取りましょう。まあ、今回は魔法少女の杖にしましょうか。そしたらこの凶器を指紋が欲しい人の前で落としておきます。そうすると、ん？あれは何だろうと言いながらその凶器に近づき拾ってくれます。勘のいい人はもうお気づきですよねなんかみんなしてみてんだけど、はい、まんまと罠とは知らずに拾ってますね。のんきに凶器を拾ったおさなちゃんは元の場所に戻します。元の場所にわざわざ戻してくれてありがとうね。はい、そしたらおさなちゃんの指紋がべっとりついたこの杖でそこら辺にいるモブをぶん殴ります。はい、ついでにいろんなやつも排除しておきました。これは誰のせいになるのかな。警察が学校に到着した。警察は5体以上の死体を発見した。警察はボールペン君とハズ君の血痕がついた魔法のステッキを発見した。凶器から幼馴染の指紋が検出された。おさなちゃんは警察に逮捕された。うーん、おさなちゃんどまいという感じで、何もしてないおさなちゃんに武器を拾わせることで濡れ衣を着させることができます。はい、次の小ネタは見て、おさなちゃんのショートカットバージョン、意外に知らない人多そうだよね。でこのおさなちゃんがショートカットになる条件っていうのが、おさなちゃんとキュウジ君が付き合ったとか、ヤンちゃんとおさなちゃんが友達になって、おさなちゃんが先輩を諦めた後だと思うんだよね。多分いつもロングヘアのおさなちゃんしか見てないからさ、ショートカットが新鮮でさ、めちゃめちゃ可愛いんだよね。俺はこっちの方が好きかな。はい、次はこのゲーム最強の女の子、ライバル不滅ちゃん。そのライバル不滅ちゃんをこの奴隷の女の子に排除させようと思っても、ライバル不滅ちゃんが強すぎてこの奴隷の女の子じゃ全く歯が立ちません。ライバルちゃんの顔すごい怖いな。はい、でこのライバルちゃん、普通の凶器で戦っても本当に勝てないんですよね、強すぎて。ただある方法をすることによってこの最強ライバルちゃんをサクッと倒すことができます。その方法は、ライバルちゃんが奴隷の女の子に襲われている時にちょっとお腹あたりを小突いてあげるだけで、ライバルちゃんは抵抗する力を失いやられてしまいます。でこれ見て思ったのが、キングダムの王騎大宝剣もこんな感じだったよね。ちなみにライバルちゃんを小突いたこのナイフ、このナイフはヤンちゃんがずっと持っていても捕まることはありません。はい、もう一つライバルちゃんを倒せる方法があります。それはもうライバルちゃんの唯一の弱点と言われるおさなちゃんですね。まあ言われてんのか知んないけど、その親友のおさなちゃんに襲われると、ライバルちゃんは一切抵抗せずおさなちゃんの怒りを全身で受け止めます。いや、そこはボコし返せよはい、次はあのストーカーの家に侵入するときに、この花壇のところから
この木のところを登って入ってたんですが、他にも侵入する方法があって、それがこの家のブレーカーを落として隠れて待機しておくと全然バレバレなんだけど、ここに待機しておけば直しに来るお父さんにバレないようにすることができます。その間にストーカーの家に侵入できます。あいつアホだ。はい、次はこれは小ネタなのかバグなのかわかんないんだけど、このサナちゃんと先輩が会話してるイベントを笑うことで強制的に会話を終わらせることができます。これはバグなのかな、わからん。はい、次はカウンセラー室に呼び出された時に出てくるこのハテナハテナハテナを利用することで不良を退学にさせることができます。そのやり方が、まずインフォちゃんのアプリを選んで、サービスにあるカウンセラーの情報を入手、カウンセラー室での秘密の選択肢を開放する。これをやるとカウンセラーが不良たちについて話している音声を送るわね。彼女は不良たちの現状について自分を責め責任を感じているの。これは彼女に抵抗するとき感情に訴える手段になるはずよ。まあこれを簡単に説明すると、カウンセラーの先生は不良5人組が不良になってしまった原因はずっと自分にあると責任を感じていて、でそこの弱みにつけ込むって感じですかね。はい、でここで小技になるんですが、とりあえず何でもいいんでカウンセラー室に行きます。まあ今回は制服に血がついていたんで連れて行かれました。はい、カウンセラー室に来ました。ここで制服に血がついてた理由を考えるんですが、 It should be obvious why you're here. Would you care to explain why you're covered in blood? その時にいつも解放されていない不良のせいっていうのが解放されているんで、不良のせいにしましょう。不良たちのせいでこうなったんです。 The delinquents did this to me. No, that can't be. I'll have to take responsibility for this.I haven't told them to stop carrying weapons because I thought they were only doing it for show and weren't actually going to use them. As I've said, I'll take responsibility for this incident and I'll forbid the delinquents from carrying weapons on school grounds in the future. You're free to leave. はい、そうすると次の日、不良たちは武器を持たずに登校してきます。こいつらから武器取ったら何が残んの？で、通常だと5回ぶつかると喧嘩になるんですが、何回ぶつかっても喧嘩になりません。武器がないと喧嘩ができないってことかな。じゃあな、ザコ。ちなみに血まみれ以外にもスカートの中の盗撮、正気度がマックスに低い、武器を持っていたり、不法侵入や盗みを妖怪のせいではなく不良のせいにすることで、 If I can give myself a reputation as a delinquent, the other delinquents might see me as one of their own. And then, they won't give me any trouble. That's my plan. Is that really the cause of all this? Well, I suppose I understand where you're coming from. I almost feel partially responsible.I hate to admit this, but in light of everything that's happened, clearly the right course of action is to expel the delinquents. I'm sorry that my stubborn desire to rehabilitate them has caused you so much grief. They won't be troubling you anymore. You're free to go. カウンセラーの玄華先生は責任を感じ、不良を全員退学にさせます。いつもあんなに賑やかだったここも誰もいなくなってますね。ちなみにゴミ捨て場の前に不良たちの武器は置いてありますね。なんかちょっと寂しいね。はい、次は軽音部にあるこの水槽。このカメさん、実はヤンちゃんが犯した罪を全部なかったことにしてくれたり、その他にも武器を召喚したりできる神みたいなカメなんですが、このカメさんに10回お願いをするとピンクの亀が出現します。ちなみに緑はタトロ、ピンクの亀がタトコという名前らしいです。はい、次はついこの間の動画でもやったんですが、ゲーム部の部長のタスクをクリアすることによって、ヒゲジョリジョリ、髪の毛ぐちゃぐちゃ、メガネもトンボみたいだった容姿が
めちゃめちゃイケメンに生まれ変わります。しかもめちゃくちゃモテてるっていうね。はい、なのでこのゲームで容姿が変わるキャラクターはゲマタクくんと桃色心ちゃんとミュージシャンちゃんですね。キュウジくんも容姿が変わるんですが、こいつはいいや。次は先輩に嫌われてしまうとゲームオーバーになってしまうんですが、その先輩に嫌われてしまった時だけ表示されるこの赤文字で書いてあるスナップですね。これを16回ぐらいクリックすると、先輩に嫌われて生きる希望をなくなってしまったやんちゃんはひどく絶望してしまいます。はい、でこのモードになるとやんちゃんは凶暴になって誰も手をつけることができません。このモード中は誰かに近づくだけで排除することができます。あの最強ライバルちゃんでさえボッコボコにすることができます。こわ。ちなみにシネマティックモードのままスナップモードをやると面白い現象が起こります。なんか先輩消えましたね。はい、じゃあこのままスナップモードをやってみましょう。スナップモードは一番下なんで上ボタンを1回押して E ボタンを連打しましょう。先輩急に出てきたな。見て、周りの生徒が白黒になってますね。はい、という感じでシネマティックモードのままスナップモードを起動すると先輩とやんちゃん以外白黒になります。生徒もちゃんとボコることができますね。ボコボコや。スナップモードっていつも画面がさ真っ赤だからさ、そこまでグロくないけど、カラーになるとちょっとエグいから、この距離から見るぐらいがちょうどいいかもね。ね、先輩。もうこのやんちゃんめちゃくちゃエロいじゃん。いいな先輩、超羨ましい。これ刺されたくねえけど超羨ましい。 If I can't have you, if I can't have you. はい、これが一応最後の小ネタでした。カラーで見るスナップモードもいいね。はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。